エンキズエンキズ、シュメール号、エン、キ、ディーユ、エンキズは、ギルガメシュ女子史の登場人物で、ギルガメシュの麦の親友。エンキズの名は、地位の神エンキ、アッカド5名、エアに由来する、言われている。広大においてはその来歴から動物、あるいは家畜の、保護神として崇められたが、 もともとはギルガメシュに対抗できる強いものとすべく、神々が生み出した、勇猛果敢な野人であった。シュメールの天空神アルは、想像を司る女神アルルに、ギルガメシュをいさめるため彼と同等の力を持つ者を、作るよう命じる。アルルは粘土をこねて、山男を作り、エンキルという名を与えると続いて、軍神のニヌルタが強い力を授け、のに置いた。 地上に降りたばかりの頃は、ケムクジャラの体を持ち、獣たちと同じように草を食べたり水を飲んだりして、過ごし、獣たちの保護者のようでもあったが、人としての知能は、ほとんどなかった。一方、エンキドに狩りを妨害されたというカリウド親子の、訴えを聞いたギルガメシュは、新生娼婦シャムハトを連れて行くようにと助言する。水飲み場へやってきたカリウドとシャムハトが身を潜めながら、 待機していると、三日目になってエンキルは獣たちと共に、やってきた。獣たちは、人の姿を見るなり逃げていったが、エンキルだけは、シャムハトの誘惑に惹かれ、六番七日に及ぶ、交わりに及んだ。これによりエンキルは、体内にある過剰なまでの生を吐き出しや人生を、失ってゆく。その過程で、獣たちから孤立し力も弱くなるが、代わりに知恵と資料を身につけた。 人口を理解するようになると、シャムハトから飲食や着衣についてなど、人間とはどういったものなのかを教わる。そして、ウルクにギルガメシュという王がいることを聞いたエンキドは、自身と同じような強い仲間が欲しいと思い、積極的にウルクへ赴く。神々の思惑通りにギルガメシュとエンキドは激しい戦いを繰り広げたが、対等に渡り合ったことから二人は、 互いの力を認め合い親友となった。エンキルは、ギルガメシュと共に、レバノン杉の森に住む、自然人フンババを退治した後、ギルガメシュの求婚拒否に腹を立てたイシュタルが送り込んで、来た天の王子、聖牛をも倒すことに成功す。この際、怒りに任せて、ギルガメシュを呪ったイシュタルに激怒したエンキルは、王子の死体から腿を引きちぎって、イシュタルの顔面に投げつけるという荒行を披露し、 お前もお牛のようにしてやりたいところだ。大牛の増物をお前の腹にぶら下げてやりたいところだ。などと言い捨てた。こうした諸行の数々が神々の怒りを買うことにつながり、神罰として死の呪いを受ける。12日間に及ぶ混列にうなされ、最後は自分のことを忘れないでほしいと話しつつ、ギルガメシュに見取られながら息を引き取った。 ギルガメシュとの関係性が親友として描かれるようになったのは、年度版の翻訳が進むにつれて、ギルガメシュ女子誌の内容が改変されていった影響によるものであり、元来その間柄は親友に限ったことではない。時代や書版によっては門番を務める神であったり、ギルガメシュの下僕であったり、親友兼女手であったりと様々である。前述のように後世の物語では力比べをして、 親友になったとあるが、主従関係であったとする場合、そのように至るまでの経緯は明かされていない。いかなるつながりであったとしても、二人一組として描写されることが多いのが彼らの特徴である。エンキルは野獣としてカリュドたちから、ギルガメシュは暴君として民たちから、それぞれ恐れられていた。ところが、お互いの力を認め合い親友となったことで、 ギルガメシュはそれまでの横暴を改め穏やかさを取り戻し、エンキドゥは泣いたり怒ったりと人間性に磨きがかかり、二人は国から愛される強き英雄となっていった。このように彼らの関係からは、人が人らしく成長していくためには、教養と友人が必要不可欠であることが示され、グーワらしきプロセスが色濃く刻まれている。エンキドゥは、 太陽神様主の加護を受けたギルガメシュと協力しながら、フンババをこの世から滅することに成功する。フンババとエンキドはかつて森で一緒に暮らしていた旧知の関係に行ったとされ、エンキドはギルガメシュを連れて森へやってきたことをフンババに咎められるが、非常にもエンキドはフンババの殺害をためらうことはなかった。その後、エンキドは神罰によって命を落とすことになる。 この件について、杉森への遠征はギルガメシュからの誘いであり、征罰も、シャマシュやギルガメシュとの共同作業によるものではあ。だが、死んだのがなぜエンキドであったかというと、ギルガメシュは、フンババの命乞いを聞き入れようとしたが、反撃やエンリルへの告げ口を恐れたエンキドがそれを、よしとしなかったたである。フンババは怒り、殺される間際に、 エンキドゥがギルガメシュよりも長生きできないようにと祈りを捧げた。その願いが、フンババを派遣したエンディルに届き、エンディルはギルガメシュではなくエンキドゥの方を処すると決めたようである。シュメール語のギルガメシュ伝承の一つ、古代の署名を、イニシエの日々にとする、ギルガメシュとエンキドゥと冥界というエピソードは、創世神話から始まる難しい内容となっているため、 ギルガメ主女子の第十二の書版に収録されるも入れられたのは本文全体の後半部分のみであり、さらに本編からは完全に独立した外伝作品として扱われている。神によって天と地が分けられ、人間が作られ、アヌが天神に、エンリルが知神になってしばらく経った頃、ユーフラテス川のほとりに一本の柳の木が生えていた。ある時吹き荒れた強い肺によって、 柳は根こそぎ倒れ流されるが、これを見たイナンナ、アッカドのイシュタルは木を拾い上げ、自身の神殿群、ヘアンナ聖域があるウールクへ持ち帰ってには埋めた。木材のないメソポタミアでは貴重な、かつ立派な木であったために、イナンナは柳を育て椅子と寝台を作ろうとした。十数年かけて大きく育てるが、柳の根元には蛇が救い、中心には魔女リリスが住み着き、小杖には 会長ズーがヒナを返していた。イナンナは木を切ることができないことを悟ると悲しくなり、兄、ウト、アッカドのシャマシュに悲惨を打ち明けたが相手にしてもらえなかった。そんな中、イナンナの困惑を聞きつけたギルガメシュが二百十三点五キログラムもの斧を持って助けにやってきた。その斧で蛇を殺し、魔女を本来の住処である砂漠に追いやるとズも逃げた。 続けてギルガメシュは柳を切り、イナンナは目的を果たすことができた。ギルガメシュの活躍を称えたいナンナは、お礼に、柳から打楽器を作って捧げ、ギルガメシュはそれらの楽器を受け取り、ウルクで宴会を開いて音楽に興じていた。しかし、興奮しは目を外した、ウルクの若者たちにより、楽器たちは冥界へと落ちていってしまう。エンキ図は、私が取りに向かいましょうと名乗り出ると、 ギルガメシュは、冥界でしてはならないことを、理由も教えながら話すが、野人であるエンキドゥは、人の話をよく聞いておらず、ギルガメシュから教わった近畿を破ってしまったために、地上へ帰れなくなってしまった。エンキドゥは、蒸気のうちで身だしなみを整えたり、大声を上げたりした、ことを咎められている。冥界から帰れなくなったエンキドゥのことを、心配したギルガメシュは、 エンリルに助けをこうが無視されるので拉致が開かず、エンキ、アッカドのエアに訴えると、エンキはウトゥを呼び、ウトゥは冥界に穴を開けた。エンキドゥはその穴を通って冥界から抜け出すことができた。戻ってきたのは肉体ではなく影のみで、本物のエンキドゥは永遠に冥界に残ることになったとするレーモル。エンキドゥは、親友との再会に喜ぶギルガメシュに、冥界がどんなところであったかを尋ねられ二人は、 問答式の会話を展開する。エンキドゥが言うには、死者は自身の子供がより多いほど幸せで、供物を捧げられただけ暮らしが富むということであった。当時のシュメール人は死後の世界を重要と考えていなかったが、冥界での暮らしなどについては考えを巡らせていた。人は死んだらどうなるのか。その疑問に対する答えが、ギルガメシとエンキドゥと冥界にある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。